回なんですけど、実は私自粛、自宅待機っていうかですね、もう家から3日間外に出てません。で、まあ、自炊とかもやってたんですけど、もうねちょっと自炊飽きてきまして3日だけでどうなって話なんですけど、はい、なんでウーバーイーツをしたいと思います。で、ウーバーイーツはねやっぱり、ね、好きなものを食べたいじゃないですか。なので私の大好きなフライドチキンをいただきたいと思います。大量すぎやろ。レバニラの定食になっちゃってる。しかもめっちゃカレー系や。いやなんかフライドチキンとニラレバってだけ書いてたから、私はそれが単品と思ってたんです。そしたらなんか円柱だったっていう大量でやっちゃったんですね。しょうがないよね。急いで持ってきてくれたからね。ほら、マーボーちゃんがちょっと。よれて、なんかすごい張ってて、まあ、しゃあない、しゃあないとは思うけどさ。え、そういうこと。なかなかのボリュームになりましたけど、チンジャオロース弁当とフライドチキンですね。嘘、こんな量になる予定じゃなかったのに、まあいっか。それではいただきます。まずはフライドチキンからいこうかな。お店、中和食堂っていうお店ですね。中華料理のお店でしょうね、これ。初めて頼みました。美味しい。よきよき。麻婆豆腐。あ、ほんのりカレーっぽい味がする。あ、辛っ！あ、うまっ！ご飯にかけたい。
ごちそうさまでした。もう大満足っていうかめちゃくちゃお腹いっぱい、最近の中で一番食べたと思います。今日はね、ちょっと食べ過ぎたので、今日明日明後日はちょっと節制したいと思います。まあですね、こんな感じでですね、ひきこもりでもウーバーイーツがあればですね、すごく助かり、美味しい思いができました。ありがとうございます。よければポジティブチャンネル、グッドボタンとチャンネル登録よろしくね。それではまたね、バイバーイ。